ルイ・フィリップ・ロベール・ドルレアンは、フランスの旧王家オルレアン家の課長、オルレアン皇の儀礼称号で呼ばれた、オルレアン皇・フィリップ、あるいはフィリップ・ドルレアンと呼ばれることが多い、フランス人のオールイ・フィリップ一世の彦にあたる、10代の頃のフィリップ創祖,祖父が亡命して以来、その家族が暮らしていたロンドン郊外のトゥイッケナムに、オルレアン家長であったパディ博、フィリップの長男として生まれた、母は、 パリ博の十枚のマリーイザベル、第二帝政が崩壊した後の1871年、家族に連れられてフランスに渡った、居住していたウージョーでの独学の後、パリのコレージュスタニスラスに学んだ、1880年、父からオルレアン校に助釈された、サンシール陸軍士官学校に在籍していた、最中の1886年6月に1886年亡命法が、 制定され、フィリップたちは、第三共和制の脅威とみなされて、フランスから追放された。追放後はイギリスに戻ってサンドハースと、王立陸軍士官学校を卒業し、キングスロイヤルライフル軍団の一員として、インドで軍務に就いた。1890年に、フランスへの不法入国を試みるも逮捕されて、懲役2年の判決を言い渡されたが、数ヶ月後に、 大統領マリー・フランソワ・サディカルノーの恩赦により、釈放の後、スイスに追放された。1894年に、父が死去すると、オルレアン派の多い請求者となり、オルレアン派からは、フィリップ8世として知られた。その2年後、エスター・ライヒ大公女、マリア・ドロテアと結婚した。マリー・ドロテとの間に子供はなく、また不仲でもあり、1914年に離婚した。 1926年、フィリップはパレルモで肺炎のために没した。オルレアン家は、カソフィリップ一世以来旧世代にわたって直系継承が続いてきたが、オルレアン号フィリップを最後にそれは途絶えた。代わって、重帝で妹婿でもある、ギーズコージャンがオルレアン家長となったが、以後は、課長がオルレアン号の称号を用いることはなくなった。ありがとうございます。